ただいまよりジュニアマックスクラス暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー7番アッシュウィズ KP バズホラチ亮太選手、おめでとうございます。続きまして第2位です、カーナンバー24番ツイストルレーシング玉橋陸斗選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー9番ティームシュー堂園シュー選手、おめでとうございます。まずはウィナーズキャップをお受け取りいただきます。続きましてシャンパンファイトです。はい、トップ3のドライバーにシャンパンが贈られます。はい、よろしいでしょうか。それでは思いっきりやってください。シャンパンファイト、どうぞ。さあ、ホラチ亮太、どうぞの週にかけた瞬間、後ろから玉橋陸斗にかけられまして今逆襲をしております。 OK OK、 どうぞの週もついでに逆襲、はい、終了、おめでとうございます。続きましてトロフィーの授与でございます。トップ3にトロフィーが贈られてまいります。はい、金色と銀色と銅色のカップが贈られました。続きまして賞金の授与です。ジュニアマックス見事優勝ホラチ選手には賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。第2位玉橋選手と第3位堂園選手には賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。続いてトリプル K アワードです。ホラチ選手、おめでとうございます。それでは話を伺いましょう。ホラチ選手、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、いきなり、レインスリックで走らなくちゃいけないかもというところからレインタイヤ装着になりました。ホラチ選手、どんなことを思っていましたか。走り出した時はもう早くって、みんながレイン設定にしてくれたりいいセッティングにしてくれたから勝てました。じゃあもうレインタイヤで走り出した時にこれはいけるって思った。後ろを大きく引き離してのトップチェッカーです。今シーズン結構大変だったけど、このエンドはどうですか。すごく嬉しいです。では今後に向けて一言お願いします。来年もこの表彰台とか1位になれるように頑張りたいです。ホラチ亮太選手、おめでとうございました。それでは記念撮影を行いますので、2位3位のドライバー真ん中へお上がりください。正面見てね。はい、それでは正面ご覧ください。ちょっと遠いけどテントのところですね。改めてご紹介いたしましょう。ジュニアマックス見事優勝ホラチ亮太選手、第2位玉橋陸斗選手、第3位堂園シュー選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。